皆さん、こんばんは。今日はですね、このトヨタのヘルファイアのハイブリッドの Z プレミア、今日こちら一日お借りをさせていただきまして、まあいろいろ動画を撮らせていただいたんですが、今回はこちら。このね、オッドキャストの P3 がですね、非常に活躍をしてくれました。でこちらの詳細はまた後ほどですね、動画で公開させていただくんですけれども、今回はですね、こちらの、以前もご紹介したことあるんですけど、リピートチャージ Wi-Fi のグローバルモデルになります。これね、僕ね、欲しかったんですけれども、まあ、こちらのご紹介ということで、今回この、ポッドキャストの P3、それから、こちらの、ベルファイアの40系のハイブリッドのディスプレイオーディオを使って、ご紹介をしていこうと思います。でもすでにこちらの方ですね、画面展開して開いている状況でして、このような形でですね、64で展開することができます。こちらがメールで、こちらがこのリピートチャージ Wi-Fi グローバルのホームページになるんですけど、こういった使い方もですね、できるということになります。でまずはですね、こちらの端末ですね、どういうものなのかっていうのをちょっとご紹介していこうと思うんですけれども、こちらになります。で今回のこの端末はですね、すごくね、質感が高くてね、こうエッジが効いていて、結構こう硬い感じなんですよ。でこのように見ていただくと、タッチパネルなんですね。今までタッチパネルのものってなかったと思うんですけど、ボタン式のがほとんどだったわけなんですけど、これはタッチパネル式になっていて、非常に質感が高いものになってます。でこのように使った分、残量ですね、ここで確認できますし、まあ、ここでですね、Wi-Fi とパスワード、この確認ができるようになっているということです。ここがね、すごく重要なところでして、都度確認しながら Wi-Fi が使える。まあ、それによって余計な Wi-Fi、お金を出す必要がないというところが、このポケット Wi-Fi のセールスポイントになってくるところなんですけど、ここがすぐ見れるっていうのは非常にいいところかと思います。もうそれだけですね、非常にシンプルなものになっております。こちらの詳細なんですけれども、ホームページ上でも見ていきたいと思うんですが、今回のこのモデルっていうのは NA01 というモデルになります。これグローバルチャージ Wi-Fi ということで、でこちら見ていただきますと、トリプルキャリア対応で、ドコモ、au、ソフトバンクと3つのキャリアを使っておりますので、Wi-Fi が不安定になるということもないということですね。以前もこちらのリピートチャージ Wi-Fi をご紹介させていただいてるんですけれども、まあ、東京名古屋間のこう移動区間においてもですね、非常に安定していると。通信速度が突出して速いわけじゃないんですけれども、非常に安定していて、ある程度どこでも使えるというところですね。そこが大きなメリットになってくるかと思います。でバッテリー容量が 3500mAh ということで、まあ、大体15時間ぐらい1日使えるかなと思います。でギガなんですけれども、こちらは365日まで使えるということなので、固定費がかからないということになります。でこれはですね、100ギガのプランということで、他にもプランございますので、そちらもご紹介するんですが、月額料、契約なし、海外でも利用可能ということが今回のハイライトになっております。最大速度に関してなんですけど、上りが 50Mbps、下りが 150Mbps と、まあ、いうことになっておりまして、同時接続台数が10台、重量が 148g と、で充電ケーブルが Type-C というスペックのものになっております。ポケット Wi-Fi、端末とギガのセットでまず買う必要があるわけなんですけれども、100GB、60GB、10GB と、こちらの3つございます。で100ギガに関しては32,980円、60ギガが31,480円、で10ギガが27,980円となっております。で国内で使う場合ですね、まあ、車とか、あとは出先であるとか旅行に行ったりとか、まあ、そういう場合でもこのポケットチャージ Wi-Fi っていうのは使えるということなんで、先ほどご紹介したトヨタの車内 Wi-Fi と比べるとですね、非常にフレキシブルに使えるというところもセールスポイントになってくるわけなんですけれども、肝心なギガどのくらいかかるのっていうところなんですが、100ギガが6980円、60ギガが5480円、30ギガが3780円ということになっております。また20ギガ10ギガも準備されてまして、3380円、10ギガですと1980円ということで、少し他社のポケット Wi-Fi よりも価格が高めの設定になってるんですけれども、
次の話を聞くと意外とそうでもねえなっていうことに気づかれるかと思いますので、ご紹介していこうと思うんですけれども、こちらです。海外でも使えるというところが今回の大きな特徴、リピートチャージ Wi-Fi グローバルということになっておりまして、こちらになります。136カ国海外で使えるということで、アジア諸国共通ギガ1週間2週間ということで準備されております。またヨーロッパ諸国でももちろん使えるようになっていますし、北アメリカオセアニアでも使えるようにもなっております。で、その他諸国の共通ギガということでもこのような形で準備されておりまして、まあ、やっぱり車好きな方はこうヨーロッパ気になると思うんですけど、ヨーロッパ見ていこうと思うんですが、このようにですね、価格がね、非常に安いんですよね。3080円から8340円ということで、2週間限定ということなんですけれども、この金額を払えば Wi-Fi が使えてしまうということになります。で、見ていただきますと、このように海外諸国、このように使える国々なんですけれども、オーストリア、それからデンマーク、ドイツ、ギリシャ、イタリア、ルクセンブルク、マント、オランダ、ロシア、サンマリノ、でまたトルコ、イギリスと使えるようになるということで、海外にも出張で行かれるケースがある方、まあ、フリーランスの方でもですね、グローバルに活動されている方も多くいらっしゃると思うんですけど、そういう方にとってはですね、こちらのね、このリピートチャージ Wi-Fi グローバルはね、すごくいいガジェットになるんじゃないかなと思います。なので、意外と海外で使う Wi-Fi の料金というのが安いということですね。で、私自身も Wi-Fi 持ってなかったんで、ソフトバンクですね、携帯使ったんですけれども、非常に価格が高い。確かですね、大してネット使ってなかったんですけど、6000円とかね、7000円ぐらいですかね、確か取られた記憶が韓国に行った時にあったと思うんですけれども、いや、そんなんで、ケチケチしてでも6000円、7000円取られるんだったら、このような形で、ギガチャージ、海外のギガを買って、2週間期限付きで使えるということになりますので、まあそういった意味において、海外でも使いたいという方にとっては、非常にこちらはお得なリピートチャージ Wi-Fi になってくるかと思います。ということで今回こちら、リピートチャージ Wi-Fi のグローバル、こちらのご紹介を今回はさせていただきました。で、今ですね、私のこのチャンネルから購入いただけますと、専用クーポンを発行しております。通常価格100ギガは 32,980 円なんですけれども、専用クーポンを利用いただくことによって3000円お得になるということになっておりますので、ぜひこちらの方ですね、リピートチャージ Wi-Fi 興味のある方はご覧になっていただきまして、検討の一つとしていただけますと幸いに思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。